さあオリックスですけれども、今回のテーマは残り50試合でございます。終盤戦へですね、だいたい中嶋監督もですね、ラスト20試合ぐらいがこうピークというかブーストを駆け出す頃かなと思うんですが、これまでですね、首位キープということで、ここ2年に比べてもですね、今年の中嶋監督はさらに神がかってるなということで、まあ、残りもね、早いもので50試合というふうになってますから、これまでの中嶋監督の選手運用についてちょっとお話をしていこうかなというふうに思っております。まあね、毎日毎日こうやって振り返っているわけですけども、93試合まあ下手中で、そういえばこんなことがあったなとかですね、改めて残り50試合戦い抜く中でオリックス、まあ、こういう困難をくぐり抜けて今首位にいるんだな、まあ、そんな気持ちでですね、ちょっと見てもらえたらなというふうに思っております。でまず、昨日のね試合終わりの、パリーグの順位になるんですが、ご覧の通りということで、オリックスはですね貯金20、今シーズン最多でございまして、2位のロッテとは5ゲーム差、3位のソフトバンクとは合わせて9ゲーム差になっているということで、徐々にですね独走モードに入りつつあるということですけれどもね、去年と一昨年と、マジック点灯なしの中でね連覇をしたということがありますから、オリックス今年こそはマジックを一つ一つ減らしていって、カウントダウンをしながらね、3連覇達成できる、まあ、そんな感じでねファンの人もこう見守りたいというふうに思ってるんじゃないかなと思うんですが、開幕当初はですねもうこぞって、まあ、大型補強したソフトバンクをですね優勝筆頭にしてました。まあ、佐藤さんも含めてですね、高木豊さんとかもそうですし、まあね唯一オリックスをこう優勝予想したのは本当 OB のね、星野さんとか能見さんぐらいで、ある程度こうオリックスにゆかりがある人がもうほとんどで、それでもね稀に巨人の篠塚さんとかもね、オリックス3連覇あるんじゃないかとか予想してくれてましたけど、ほとんどやっぱソフトバンクでした。なのでこの展開ですね、ソフトバンクが自力優勝を消滅したりとか、こういう展開を誰が予想できたのかっていうことですけど、まあ、僕もねオリックス3連覇してくれると思ってましたけども、まあ、こういう感じでね本当独走モードとは思ってなくてですね、本当にこう接戦でここ2年間のような感じで、ソフトバンクとこう争っていくのかなっていうふうに思ってたんですけど、蓋開けてみたらね、2位がロッテということなので、まあ、こう扇イズムを継承している2人の監督がですねバチバチやるのかなと思っていたところ、ここに来て、まあ、オリックスもこう独走モードにあるということですからね、まあ、素晴らしいシーズンかなと思います。でまずですね、今年一体開幕当初からどんなことがあったのかっていうところをねちょっとお話ししていこうかなというふうに思うんですけど、結構ねいろんなことがありまして、例えばね開幕前に WBC がありましたけれども、オリックスはですね投手12球団で一番輩出しているということで、ダブルエースの吉野部と宮城投手、そして柏の宇田川投手と総一郎、サポートメンバーで平野義久投手もいるということで、まあそれ含めるとね5名ということになるんですけど、まあ、宇田川投手はね開幕カード、まあ総一郎とかもそうですけど、まあリリーフっていうのもあってあんまりこう投げてなかったっていうのもありますからね、開幕カードから使ってはいるんですけど、吉野部と宮城投手に関しては1週間ねちょっとこうずらしたっていう形で最初の登板になったりします。まあ、なので他球団はねそれこそゴリゴリのエースを投入できるわけなんですけど、まあ、オリックスはねなかなかそういう風にはいかないまま、シュンペーターを開幕投手に添えてとかね、今年調子がいいですけどサチア投手を2戦目に持っていったりとか、そういう感じでなんとかこう運用をしてました。でいざね開幕すると、今度はですねもういろんな選手が離脱をしていくということで、まあ、開幕前に、21年にねチーム最多登板をした富山投手とか、ゴールデンルーキーの椋木投手が、まあ、トミー・ジョンをしたということで、まあ先発投手枠、そしてリリーフの A チーム、まあ一つずつがこう抜けたっていうような感じでスタートしたわけなんですけど、助っ人のねマーゴがまずは離脱をするということで、もう今もねまだ2軍で試合にも出てないということで、リハビリをしているということなんですけど、5月のね下旬にも、1回目の離脱があったりとかで、まあ今年ね9発を打ってるということで、率はねそんなに残ってはいないんですけど、まあ、本当ユーティリティというか内野全部守れるし外野もできるしっていうところでかなり重宝していたので、このマーゴのね特に2回目の7月中旬の離脱はちょっと痛かったんじゃないかなというふうに思います。そしてラオウもですね離脱&不安定ということで、まあ、昨日ね抹消されましたけども、5月のね4日から26日に関してはハムストリングス痛めてね離脱をしました。まあ打率はね2割5分切ってるんですけど、長打が非常にあるということで、まあこの間ねちょっと守備でのエラーっていうのもあって、ちょっとリフレッシュしたらどうだっていうところで、もしかしたら抹消したのかもしれないですけど、まあ公にされてないだけで怪我をしている可能性もありますからね、この辺はちょっとわからないですけど、まあ、2年前にねホームランキング取ってますからね、選手会長にも選ばれてますけども、まあ、なかなかね今年も、去年同様にちょっと不安定な感じになってしまっているので、まあ、そんな中でね中嶋監督もなんとかこう長打力のある選手まからいながら運用してるなっていうような感じがしてます。そして森選手もですね2度の抹消ということで、今ね7月の2日から、まあ、1ヶ月経ってますけども、離脱をしてまして、昨日ね
2軍でライトで出場してるということで、まあこれね、若月選手との共存というか、まあ、由伸とね、若月選手って結構セットなことが多いので、その時にライトに出て、それ以外はもしかしたら森選手がキャッチャーで出て、DH を若月選手とセデーニョで割っていくみたいな感じなのかもしれないんですけど、まあ、ゴリゴリにね、全試合外野でっていうような感じではないと思うので、この辺はね、しっかり森選手と、チームがある程度話し合いをして、森選手もね、性格的に3連覇に貢献できるのであればっていうので、今年に関しては外野もなんかこう、やりますっていう風に言ってくれそうですね。ただ元々はね、やっぱキャッチャーとして評価をされて、キャッチャーとして出たいっていう気持ちで入団をしてくれたと思うので、まあ、来年以降、若月選手の去就次第にはなるんですが、まあそんな中でもね、森選手、抹消しながらも、なんとかね、中嶋監督やってくれてると、こういう感じです。そして開幕当初はですね、ゴンザレス獲得しましたけど、どっちかっていうとレギュラーというよりかは、太田亮選手とか若手のカバーリングっていう意味が強かったんじゃないかなっていうふうに思うんですね。ただそのね、太田選手もなかなかちょっと怪我が、ほぼ毎年やるわけですけど、ないと今年はね、成績が振るわなくてっていうところでなかなか難しくなってますが、4月の30日からですね、今の今まで、まあ、長期で離脱をしているということで、ね、手首のね、まあ、怪我をしているっていうことですけども、昨日ね、2軍戦に出場して1番セカンドで復帰してたので、まあ、1軍でもね、打率2割5分切ってますけど、まだまだこう打席数が少ない中だったので、この辺ね、早く見たいなっていうふうに思ってるんじゃないかなと思いますけども、まあ、そんな中でもね、ゴンザレス使ったりとかいろんな選手を使いながら回してました。あとはね、シュミンデルとニックスがダブルで帰国するっていうことで、なかなかね2人とも、成績振るわなくて、これからこう調整したりとか順応していくのかっていう中でのね、ダブル帰国だったので、ここもね、助っ人外国人事情痛かったんじゃないかなというふうに思います。まあでもね、ここ2年に比べると去年はワゲスパックが良かったですし、まあジョーンズとかもね、一昨年とかにもいましたけども、今年はね、やっぱり後から説明しますけど、セディーニョがすごく良かったりとかしてますから、まあ、なんとか耐えてるなっていうような感じですよね。あとは先発のローテのね、田嶋投手が故障離脱してるということで、5月の31日から、今の今まで離脱してますけども、9試合先発しててね、防御率も3点台ということで、まあ、イニングもすごく食ってくれてます。今日ね、先発予定っていうふうに言われてますから、よくぞこの2ヶ月間耐えてくれたなっていうような感じですよ。そして、吉久もね、今でこそ防御率1点台、クローザーでね、ホームランも1本も打たれてないっていうシーズンがありますけど、5月の28日から約10日間ですか、腰痛で離脱をしたりと、あとはね、宗選手とかも、打撲でね、6月の1日から10日間ね、離脱をしてっていうことで、今ね、結局なんじゃかんじゃで打率2割6分まで持ってきてくれてるので、この宗選手がいない間、広岡選手であったりとか、ゴンザレスでなんとか運用してましたよね。で、吉野部がね、発熱をしたりっていうので、一回ね、こう先発をこうリスケして、竹安投手に投げてもらって、緊急すぎて肘をちょっと痛めてってことがありましたから、この辺もちょっとドタバタしたような感じでございました。あとはね、大城選手も腰痛で、10日間ぐらい離脱をしたりとか、義母選手もですね、体調不良で2週間ぐらい離脱をしたりとか、こういう1、2週間、10日とかですね、こまめに離脱する選手とかがやっぱいたわけですよね。で、あとはね、コンディション不良というところで、宇田川投手も、4月の下旬から6月の中旬、まあ、約1ヶ月半ぐらいですか、調子が悪くて、怪我もしてっていうところでね、今シーズン、なんだかんだで24試合、防御率が 2.70 という好成績を残してるんですけど、まあ、この辺もね、今はもう7回で勝ちパで固定してっていうような感じなので、まあ、このね、4月の下旬までの起用法っていうのをちょっと改められてるっていうのは、さすがだなっていうふうに思います。で、あとはね、ワゲスパックもですけど、ね、2回離脱をしてるということで、今はね、離脱というよりかは、まあ、コンディション不良もあるんですけど、2軍でね、こう先発調整をしたりっていうので、去年ね、日本シリーズ全試合でセーブを達成した。スケットにしては今年ちょっと苦戦をしてるっていうのがありますから、この辺もね、他の選手でこううまいことを埋めていってるっていうのがさすがだなというふうに思いました。で、離脱だけじゃなくて不調の選手もね、いますよね。コットンとかもなかなかね、7試合に先発したりとか、中継ぎしたりとかしてますけど苦戦してますし、阿部投手とかはね、今防御率1点台で大復活してくれましたけども、5月のねところ、すごくこう成績不振で抹消されてね、3月4月があんまり良くなくてですね、ちょっと阿部投手どうしたんだみたいな感じになってました。で、あとはね、周平に関しても3回ね、高昇格を経てということで、1軍でもね、2軍でも結構苦戦をしてるので、福宗正杉、結局去年も一昨年もね、1番センター福田周平っていうのがあったので、ここね、周平がいない中で、中嶋監督なんとかこう運用してくれてるなっていうような感じですよ。で、調べてみたところ、今シーズン92試合ですね、あって、スタメンのパターンは87パターンありました。直近のスタメン、昨日のスタメンで言うとこんな感じですけども、誰しもがやっぱ予想しなかった面々がたくさんいます。
ますよね。野口智也選手もそうですし、義母選手もそうですし、紅林選手もこの3番っていう立ち位置ではちょっと予想できなかったと思うんですよ。セデーニョもそうですしね、頓宮選手が5番でファーストで、出てるっていうのもなんとなく想像もできなかったと思うんですよ。いろいろ言いましたけどね、不調の選手、故障離脱してる選手とか WBC とかいろいろありましたけども、他の選手でなんとかこう埋めてるっていうのは、今年もですねブレイクした選手っていうのが続々出てきておりまして、ご覧の面々ですね、これパッと思いついただけでも7人います。紅林選手も3番でもなくてはならない存在になってますし、セデーニョなんてもう意味わかんないですよね。頓宮選手も首位打者、若月選手の打撃覚醒なんて誰しもがちょっと予想できなかったと思うんですよ。野口選手、茶野選手の台頭、そしてサッチャーのキャリアハイ更新間近、この辺がですねやっぱり大きくて、それもね中島監督の手腕の一つだとは思うんですけど、こういった選手を一人一人こうやりくりして、なんとか今ね首位キープ、貯金20っていうような体制になってると思うので、改めてですね今年の中島監督も素晴らしいなというふうに思いました。ということで今回のテーマはですね、残り50試合を迎える中で中島監督これまでの選手起用がここ3年の中でも一番いいんじゃないかっていうところでね、お話をさせていただきました。ぜひね今回のテーマについて何かもし思うことがありましたら、コメント欄を通じて教えてもらえたらなというふうに思いますし、この動画を通じてですね今年、なんだかんだでいろんなことがあったんだなということで、残りの50試合しっかりと、応援していくためにもですね、一度ここで振り返っていただいてもいいんじゃないかなというふうに思っております。ということで今回のお話は以上とさせていただきます。最後まで聞いてくれて本当にありがとうございます。次回もオリックスについて語っていこうかなというふうに思いますので、チャンネル登録とそしてグッドボタン、お忘れの方は何卒よろしくお願いいたします。それでは今日もありがとうございました。